はい、どうも HSC の三浦です、今回ですね、久しぶりの投稿になるんですけれども、2023年の桜マス総集編ということで、今までですね、YouTube の方に今シーズンアップした、超過動画、超高動画ですね、それをギュッとまとめたものが、今回ご紹介する、2023年の総集編の前編になります。で、実はそのまだ載せてない、後半戦のですね、超高動画っていうのもありまして、後半戦に関しては、2023年の総集編、こちらの後半ということでですね、後半戦の方はまた別で、編集が終わり次第ですね、ちょっと時間がなくてなかなか編集できてないんですけれども、後日というか、後でまた、アップロードしていきたいなと思います。まず今回はですね、今シーズンすで、に、動画の方に、YouTube の方にアップしている、前半戦の超過ですねをギュッとまとめたものを、一気にできるという、総集編の、紹介動画になります。で、その、一本一本の細かい解説だったりとか、そのタックルデータとか、水温だとか、そういう細かい解説詳細に関してはすでにアップしているその動画を見ていただければ、閲覧できるようになってますので、今回のその総まとめの前編に関しては細かいその詳細などは、ちょっと編集の時間がなかなかないので、ちょっと省かせていただきました。ただまあその桜マスって、こういう場所で、こういう風な道具を使ってこういう風に釣れるんだなっていうのは、この動画を見ていただければ、一目で分かるようにつな、げてですね、編集してありますので、ぜひ、これからご視聴していただければと思います。で、まず今シーズンを振り返って、自分なりの、反省点というか思ったこと気づいたことなんですけれども、今シーズンは、まず個体数はすごく多かったかなと思います。ただその水温だとか水量だとかその遡上のスピードっていうのが、その雪の関係とかいろいろあると思うんですけれども、魚はいたけどなかなか反応しなかった、反応が悪かったなっていう、日が個人的にはすごく多かったですね。あとはその4月早期の段階でいつも以上に魚がその上流の方に遡上していて、下流のいつもなら魚が溜まっているエリアの魚影がちょっと薄い、前半戦薄かったかなと、後半からは2発目3発目の魚がですねこう入ってきて、ある程度そのいつも通りの、下流域のポイントに魚も定着したんですけれども、前半戦ゼロでちょっと苦戦したなというところと、あとはその個人的に良かったなと思うところは、何ですかね、去年からちょっといろいろ自分で取り組んでいた独自のラインシステムっていうのがあって、そのロングリーダーシステム、これも後日また別の動画でそのラインシステムを紹介したいと思うんですけれども、その新しく完成したそのロングリーダーシステムというのが、今シーズン特に桜マスのファイトに優位性をもたらしてくれて、こんなにその魚をばらさなかった年っていうのはなかったかな、いろんなタックルバランスラインシステムってこう今まで試してきたんですけれども、本当に今年ほど、ばらさない年はなかった、そのおかげで、今シーズン、ばらしがなかったおかげで結構キャッチした本数に関しては満足いったかな。やっぱバラすって悔しいじゃないですか。自分もできればかけた魚は全部取りたいので、バラしたくないです。ただこの魚ってそのバラしがあるからこそこうなんか魅力的になるところもあるんですけれども、バラさないに越したことはないっていうのもまず一つあって、で本当このロ
ングリーダーシステムっていうのがよく働いて、自分のタックルバランスとも合っていて、周りの友達とか釣り仲間の方にも試してもらったんですけれども、割と、いい反応が、いいそのレスポンスというか、おかげでバラさずに取れるようになりました。そういう、声も多かったですし、個人的にも本当に実際にファイトしていて、あ、これはなかなかバレないだろうなって思えるような手応えというのは、実際ありました。まあ、調光動画だけではなかなか伝わりづらいとは思うんですけれども、まあ、そういった点も含めてですね、これから、2023年桜マス総集編の前編、ご視聴いただければと思います。ではご視聴ください。どうぞ。撮ってる。うん。ナイス。何やってたのここで。出た。絶対言うと思った。おやすいすいくるぞ。やだな、このピーのガンガン。ナイロンの方がいいな。
よっしゃ。
しょ。うわすごい、アイロンリーダー仕事してます。よし、
おお最高。それてるそれてぶねえ。腕でぐなるとこだった。あった。
オッケー。はい、というわけで、2023年桜マス総集編の前編を、ご視聴いただいたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあね、詳細とかなかったので、ただこうつらつらと、ヒットシーン、ファイトシーン、キャスティングシーンっていうのをこう見ていて、いろいろ伝わらない部分もあったかもしれないんですけれども、まあ、本当にオープニングでも話しましたけれども、まあ、こういう場所でこういう釣り道具でこうやってこういうふうに釣れるんだっていうのが、まあ、こう何本かのヒットシーン、ファイトシーンを見ながら、伝わってくれれば、その中からですね、自分の釣りと比べたりとか、これから始める方に関しては少し参考にしていただいたりとかしていただければいいかなと思います。で、今回前編だったんですけれども、今後ですね、後半戦、今シーズンの、後半戦を、まとめた動画も、後日アップしたいと思います。で、後半戦に関してはまた一本一本ですね、細かい詳細や解説もつけながら、もう少し分かりやすく、動画の方ですね、時間をかけて編集していきたいなと思っています。いや本当に自分で言うのもなんですけれども、前半戦のファイトシーン、ヒットシーンもなかなか個人的に刺激的な部分とか、やっててこうテンションが上がるものというのもあったんですけれども、後半戦もまあ本当にこうぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。今年結構自分でこう釣りをしていて、なんかこう何年もこの釣りをしていて、少しマンネリしてるところ、まあ、この釣りに対してちょっとマンネリしてる部分っていうのも正直なところあったんですけれども、まあ、今年新たな発見があったりとか、新しいパターンを見つけたりとか、自分なりにこう試したものがこう形になったりとかしながらですね、少しこういつもよりもこう例年よりもさらにこう楽しく、刺激的に釣りができたなという手応えが、釣果から、釣果だけじゃないんですけれども、まあ、いろんなこの釣りという遊びの中でですね、感じられた、シーズンになりました。まあ、今後もですね、そういったさらなる進化ですね、やっぱりその継続していくに、どうせ継続していくんであれば、やっぱりその釣りも進化させていきたいし、個人的にもそのさらに楽しい釣り方だったり、なんか新たな、独自のシステムを考えたりとか、まあ、楽しみ方は人それぞれなんですけれども、自分なりにその楽しみ方を増やしていけたらなと、思っています。ではですね、ちょっと長くなりましたけれども、こちらで、2023年の、桜バス総集編前編動画は、終了となります。ぜひ、今後の後編動画の方もですね、楽しみにしていただけたらと、アップした際は、ぜひご視聴していただけたらなと思います。ではよろしくお願いします。ありがとうございました。